こんにちは。川崎市麻生区でしゃべりっちょ牧場を運営している橋本と申します。今回は私の牧場をご紹介いたします。しゃべりっちょ牧場はポニー2頭の小さなふれあい牧場です。動物好きの人だったら、可愛い犬や猫がいたら触りたくなると思います。よくペットショップの子犬や子猫を見たり、撫でたりしている人がいますよね。猫好きには猫喫茶なんていうのもありますよね。でも馬って動物はあまり知られていないし、触ったこともないでしょう。馬って動物とも気軽に触ったり遊んだりして仲良くなれる場所があったらいいじゃないかなと思って始めました。猫喫茶の馬版みたいに馬と遊んで触れ合えるところというイメージです。だけど馬って大きいし怖いと思う方もいると思います。確かに競馬のサラブレッドだったら怖いですけれども、ポニーは小型の馬ですし、とても人懐っこいです。また怖いというのも、馬っていうのがどういう動物か知らないから怖いって思うところが多いと思います。例えば馬って何を食べるの？1日にどれくらい食べるの？どんなうんちをするの？寝るときは立って寝るの？それとも横になって寝る？簡単に乗れるの？馬の後ろに行くと切られるの？そう聞かれたら多分わからないでしょう。馬は草食動物なのでとても臆病なんですね。そして優しい目をしています。昔から馬車を引いたり農耕馬として働いたりして人間の良き相棒でした。そんな馬のことをもっと多くの人に知ってほしいと思います。それと犬や猫もそうですが、動物って、癒されますよね。馬と気持ちが通じたらとても癒されるし、馬から教えられることもたくさんあります。ストレス社会で鬱になった人や、不登校などで人とコミュニケーションが上手に取れない子どもたちには、セラピー効果があると言われています。いわゆるホースセラピーというものです。馬は乗って楽しむだけではないということです。現在牧場では一般のお客様に引き馬や体験乗馬、それに馬と触れ合ったり遊びながら乗馬をするポニークラブというのをやっています。また教会関係ですとチャーチスクールや青年会が遠足や課外授業として遊びに来たりすることもあります。昨年は教会キャンプに馬を連れて行って子どもたちを乗せたりしました。子どもたちは普段馬に触ったり乗ったりする機会なんてないですから、とても喜んでくれました。子どもにしたらポニーだって大きな動物ですから、最初は怖がる子もいます。それが人参をあげたりブラッシングをして馬と仲良くなり、乗れたら楽しくなる、自分より体が大きくて力の強い相手と仲良くなって気持ちが通じたら、自分の自信にもつながるんじゃないでしょうか。子どもたちも馬に癒されて何かを学んだという感じでしたね。今後の展望としては、地域の方々をはじめ、もっと多くの教会の子どもたちにも馬と遊びに来てほしいです。子どもたちには馬と仲良くなって、馬から何かを学んでほしいです。大人は馬に癒されてストレス解消におしゃべりでもしていってくれたらいいと思います。悩みを抱える方がいれば教会にご案内することもできますし、誰もが気軽に立ち寄って馬と触れ合っておしゃべりできる場所にしたいと考えています。気軽におしゃべりできる場所、しゃべりっちょ牧場ということです。馬と触れ合いたい方大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。以上、しゃべりっちょ牧場の橋本がレポートしました。